ででてれーててれーてれーてれーいや、なんでなんでナースのお仕事が始まったの。お前何も起こしてねえだろ。あとちょっとナイスナイス、オッケー、起こしてすぐ起こして、ニカルカすぐ起こして、壊れちゃうよ。何がこのままじゃ、どこじゃ壊れちゃうよ。200208、このままじゃこの器が壊れちゃうよ。パリーン、壊れちゃったよ。ペペペペペペペ、あ、起きちゃったよ問題が。どうしよう。センズおいし、センズ食った。あれパクパク食うもんじゃねえからな。全開できるんだからあれ、大事にしろよ。センズはだいぶハトにやっちゃった。バカすぎるこいつ。こいつんちの最寄り駅に元気な鳩いっぱいだ。いらっしゃいませ、ご飯の時間だよ。そうなの。あ、我々は皆さんの生活にとってもう必要不可欠なため、もはや自分たちのことをご飯と呼んでます。キモ。あ、ちょっと助けて、ニカダ君。めちゃくちゃ出てるじゃん。助けて、助けて、配信出しちゃいけないやつ出してます。出まくってるよ。キャックリン、ニャッホリ、何それ、きつ、あ最悪だ。駆け引きうまかなり戦闘慣れしてたな、こいつ。戦闘丸くんだったな。戦闘丸くんでした、あいつ。え、デブオカッパ赤パジャママジで戦闘丸くんでした。戦闘丸くんだったんだあれ。おう、だからお前のことをおじきって呼んでた。なんで60キロ15入ってる肉計算ができない。これ100じゃねえのか。ナイスナイス。60キロと15100じゃねえだろ。本当に計算ができてなかった。君、僕をバカにしたね。怒っちゃったよ。僕をバカにしたら片道切符の島流し。あの、違う違う、普通倍返しってあのとこ言うのよ。そこ言うやつ言って。片道切符の倍返し。何ですかそれ。往復切符じゃないですかそれ。うわーごめん、うわーごめん、シャオラ。負けてるやつから出た、本当に。亀田光輝もさ、うん、こう秋とかが来てさ、こう冷蔵庫に、ああ光輝、あ、梨あるよっつったらシャオラって言うのかな。かわいい亀田君。シャインマスカットさ、お前ん家行くとき買ってっていい？あ、いいよ。シャインマスカットがいい？では、ドラゴンフルーツにする？なんだっけ、なんだっけ、そんなに出てこない果物って何でしょうか？一体何なんでしょうか、そのなんだっけ、あれなんだっけ、なし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 、なし出てこなかったん。チャオラなしの話してたのに。日本人ですか。うわ、なんか来たぞ、はい、こんばんは。こんばんは。わお、ありがとうって言わないと。 ありがとう。見えないぞ。ごめんなさい、何ですか。てめえの誠意が見えないぞ。あらま、え、なんだ。おお、俺じゃないよ、お前だろ。俺なわけねえだろ、お前変なこと言うなよ。お前か、やめろよ。そうして俺たちは
無事帰宅した。あ、帰宅できたんだ。よかったね、マジで。いや、よかったよ。それならよかったよ、マジで。